あ、皆さんどうも。声がかける。皆さんどうもこんにちは、まるまです。今回はワンブロックサバイバルパート2をやっていきたいと思います。じゃあせーのスタート。まあ神であり怖いよ。豚さん助けて。俺怖い、助けて、怖いよ。まあこんな感じで掘っていきたいと思います。雨よく降ってるらしいので拠点を作りたいと思います。じゃあどんどん掘っていきますよ。あ、ニワトリさんが登場しました。あ、種持ってるからちょっと柵を作っていきたいと思いますね。これ足りるかな。前回は足りませんでしたけど、広げていきたいと思います。ギャー、豚さんが。豚さん、この見てる方ちょっと聞いてほしいんですが、今回は歌ってみたを投稿したいと思うんですけど、ちょっとまだ自信がなくて、歌ってみたを投稿してほしいなっていう方はぜひコメントしてくださいね。まあファンはいるかどうかわかんないけど、じゃあもっと掘っていきたいと思います。逃げないでね。感じですかね。じゃあかまどを作っていきたいと思います。あ、これ入れなくなっちゃう。アイシャー壊しつつ、ここの近くに、え、しずじさん、やった。え、入れられるかな、入れられるかな。ハサミで取れたのに。はい、じゃあ掘ってきます。ですが、まあとりあえず拠点作るぜって感じなんですけど、はい、じゃあ作っていきましょう。はい、じゃあ拠点っていうか、ちびちょっとだけハウス、ちっちゃい家みたいなの作っていきたいと思います。あっ、せーの、じゃじゃん、どきました。なんかしょぼいな、な、こんな感じでこの先土台とかを動かしたいと思います。そしたらちゃんとスペースが、これ
こんな感じでデコレーションしてみました。どうでしょうね、うまくできたかとは思いますね。うん、まあこんな感じで、うん、ちょっと小さめなんですけどできました。テストも作っていきたいと思います。じゃあ収穫、あれ、まるまってはアホすぎました。多分小学1年生レベルのアホでした。これ実は上にチェスト、こうやって上に物があるとチェスト開けられないんですよ。どうしよう。あ、意外とこうやって床にこうやってで掘りまして、テストをこうやって置いてもいいと思います。じゃあ取ったものを入れていきたいと思います。また落ちたらなので、はい、じゃあテスト全て入れてしまいましたが、今回は終わりとなりたいと思います。ではみんな、また今度お会いしましょう。バイバーイ。